皆さんこんばんは、広瀬優です。はい、今ここプレイステーションゾーンというところにいまして、 VR が体験できるところにいます。では皆さんにそちらをお見せしましょう。レッツゴー。ここが、まずプレイステーションゾーンなんですけど、そのプレイステーションゾーンの隣にあるのがこんな感じでボーリングができちゃうんですよね。一回やってみましたよなんとスコアタイムが100以下でしたやばいですよね超下手なんですよ、ガーターばっかり。ボールもちゃんとあるし、払えば、10ゲームちゃんと遊べるので、ね、なんかのね遊びでいい、遊び感覚で使うといいですよね。皆さんでワイワイガヤガヤできるので、すごいここはおすすめなスペースです。超楽しかったです。はい、では隣にある VR 体験に行ってみましょう。プレイステーションゾーンに来ました。すごくないですか？はい、では入りたいと思います。オープン。ここにはサッカーゲームができたりだとか、はい。でここには、いや今からやるんですけど、車のレースが体験できたりだとか、よくありますよねゲーセンで。あとは懐かしきぷよぷよとかねこれもあるんですよね、テトリス。であとはここじゃじゃん、太鼓の達人ができたりだとか、ゴルフだったり、ゴルフだったり、あとはこういう感じでね、懐かしき太鼓の達人、お家にあったなよくやってたな。でここが、VR が体験できるところです。こんな感じですごいですよね、一つ一つ いろいろあるんですよね。こんな感じで、おーいいですね、こういうのとかこういうのとか、いやーぜひ皆さんにも体験していただきたい。これ、ね、皆さん体験したことあります？ VR 超素敵。こんな感じで、はい、お家みたいにソファーでこうできたりとかいいですね、はい、一つのルームになっています。こんな感じで、あとここはストリートファイターってとこですねこんな感じで、はい、ここが VR ゾーンです。 VR ゾーン、 VR が体験できるところです。こんな感じですね。今からプレイをしてみたいと思います。これを使って。皆さん、わかりますかね？これをつけると立体的にもう360度見えるんですよ。すっごい面白いんですよ。東京にもありますよね。VR 体験できるところ。新宿でしたっけかな？確か、そこでも体験できるんですけど、ここのはレベルが高いです、すごく。はい。ではでは。やっていきたいと思います。こんな感じですね、わかります？こんな感じで、
どうだった？